こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズン DFB ポカールラウンド16、マインツ対バイエルンミュンヘンの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。マインツのホームであります、コファスアレーナで試合は行われました。マインツはスベンソン監督のもと 3-4-3 の形です。ゴールキーパーダーメン、3バック右からオルセン、フェルナンデス、カシー、ウィングバック右にビトマー、左にマルティンが入り、ダブルボランチにバレイロとドミニク・コールで、3トップ、2シャドウにバルコクとシタハ、ワントップにアジョルクというような形でございました。で、対するバイエルンミュンヘンはですね、ジョアン・カンセロが加入早々スタメンで使われまして、スタメンのね発表の時にも 4-2-3-1 の左のサイドバックで来るのかなというふうに、予想されていたんですけれども、形が一気に変わりました。3-5-2 の形で来てます。ゴールキーパーゾマー、3バック右からパバール、ウパメカのデリフト、ウィングバック右にカンセロ、左に、コマンで、アンカーの位置にキミヒが入り、中央はですねムシアラとサネが、中央、まあインサイドのポジションのようなね、ポジションを取って、2トップにミュラーとシュポモティングというような形になっておりました。では試合結果といきまして、合計スコア0対4という形でバイエルンミュンヘンが勝利を収めました。バイエルンミュンヘンはですね、カタールワールドカップが終わって以降ですね、まあ、なかなかね、まあ、結果というものが、勝利という結果が出なくて、まあ、ちょっとね不安に思う状況の中で迎えたポカールだったので、まあ、相手はね、同じくブンデスの一部のマインツなので、まあ、内容も結果も含めてね、またこう残念な形で終わるとちょっとねまた不安が残るなっていう形だったんですけれども、まあ、結果的にもですね、まあ、0対4という形でバイエルンがしっかりと勝利を収めてくれましたし、新戦力の使い方っていうのをですね、ニュリアン・ナーゲルスマンもしっかりと、高めの位置でカンセルを使ったりなどをしてね、ちゃんとうまく起用しながら幅を大きくね、まあ、使った中での、まあ、中央のくさびと、2トップの起点とっていうところでうまく相手を攻略して、前半で3得点、まあ、後半はねちょっとこう中央突破にね、まあリスクをかけすぎたというか、ちょっと素早い攻撃というかね、まあそういったものにちょっとこう、指針がちょっと揺れてしまったのか、まあ、もう少しボールを大事にしながらね、まあ、相手が出てくるものに対して出てきたら出す、出てきたら出すっていう形でうまくフリーの選手をね使った中で押し込んでいくような形をできれば、まあ、後半もねあそこまでこうドタバタドタバタすることもなかったと思うし、もう少しねゲームをコントロールすることもできたのかなと。まあ、出てきた選手たちがね、まあ、後半から出てきた、まあ、フラフェベルグとか、まあ、そういったタレントの選手たちは当然得点を取りたいですし、まあ、ニャブリも含めそうですけれどもね、得点を取りたいので、まあ、カウンターであろうがね、まあ、素早い攻撃であろうが自分でね、チャンスを作り出して、まあ、得点を取りたいっていう気持ちもね、まあ、分からなくはないんですけれども、まあ、もう少しねゲームをコントロールするっていうことを、まあ、後半の本当に最後の方はね、まあ、必要だったかなっていう感じですかね。まあそこまでちょっとリスクをかけちゃうとね、さすがにゾマーにね、まあ、シュートが飛んでくる回数も増えてきてしまいますからね。では、まあ、内容の方に触れていきます。まずは、ホームのマインツから触れていきます。まずは攻撃時、まあ、ビルドアップなんですけれども、まあ、3バックはそのままね広がるような形ではなくて、ウィングバックが幅を取ってるんですけれども、まあ、バイエルンがね仕掛けてくるハイプレス、同サイドラッシュ君に対して、まあ、逃げ方っていうのがね、まあ、作れてなくて、基本的には詰まるとそのまま背後、もしくは、ワントップのアジョルクに対してボールを蹴り込む、そしてゴールキーパーからボールをつなぐ意識は見せて、まあ、ショートパスでセンターバックとかでパスは回すんだけれども、基本的にね前進するための形っていうのを持ってないので、うまくバイエルも捕まえる選手が明確になった状況でね、まあ、プレスもかけてくるし、圧縮もかけてくるんで、どういう風に逃げていこうかっていうところで、まあ、うまくズレを生み出せなかったりとか、可変式を使ったりとか、うまくその引きつけて背後っていうのもね、使えなかったのはちょっと問題だったかなと。ただまあバイエルンの、まあ、両ウィングバックに入っているカンセロとかコマンとかは基本的にはね攻撃の、まあ、特徴を持った選手ですから、まあ、その背後をうまく使って高い位置でね、まあ、起点を作って押し上げを待って、まあ、そこからのまた攻撃みたいなものをね、仕掛けようとする意図は見えたんですけれども、
やっぱりね、どれだけレベルの高い相手であったとしても何か一つの武器をしっかりと持っていることは非常に大きなことなんですけれども、まあ、その形以外のもので、まあ、アジョルクをね、まあ、うまく使う起点っていうのは、まあ、フィジカル的なね、能力を使った起点っていうのは素晴らしかったと思うし、ただね、やっぱりその組織としてね、まあ、前進していくためにやっぱりバイルのプレスとかでも、うまく制限をかけられてない瞬間とかもバイルは結構あったので、特にまあゴールキーパーを含めたビルドアップをもう少ししていかないと、まあ、厳しいかなっていうふうには思いましたね。まあ、本当にアジョルクっていうタレントが、まあ、ある程度こうボールを収めてくれたりとか起点を作ってくれるっていうところで、まあ、うまくね仕事をしてくれたっていうところもあるんだけれどもね、ある程度でもやっぱりそれだけではちょっと厳しいよねっていうところもね、見て取れた試合なのではないかなと。あとはまあ後半バイエルンがドタバタドタバタした時に、まあ、ショートカウンターベースにね、高い位置で奪って、まあ、そのまま勢いに乗ってねショートカウンターでフィニッシュまでっていうところはあったんで、まあ、その辺でね、まあ、ゴールを決めれたりとかすると、ね、よりこうなんていうんだろう、まあ、いい方向に進むというか、まあ、チームとしてもこう活気が出てくるっていうところがあるんだけれども、まあ、沈めることができなかったりとかでね、ちょっとこう、まあ、最終的にはまあ0対4という形で敗戦することにはなりましたけれども、まあ、マインツとしてはまあ課題もあった中での、まあ、バイエルン戦だったのかなというふうに見て取れます。で、守備時なんですけれども、3トップ、まあ、5-2-3 みたいな形で、まあ、ブロックを形成して、まあ、3トップがそのまま3センターバックに対してそのままねプレスをかけていくんですけれども、アンカーの位置のキミヒをどう捕まえるのかっていうところでうまく捕まえられてなかったんですよ。まあ、ある程度コースカットで、まあ、キミヒを消しながらプレスっていうこともある程度行うんですけれども、当然キミヒはずれるし受ける位置にちゃんとね動くことができる選手だし、動きすぎないっていう能力も持ってる選手なんでね。で、そうなった時にキミヒにじゃあくさびが入ったっていう時に、じゃあ、ダブルボランチに入っている、まあ、バレードだったりとかドミニク・コールがじゃあ縦スライドしてそのまま出てくるのかって言われたら、まあ、彼ら2枚はやっぱりムシアラとサネにマークがついていたので、そこまでやっぱついていけずに、まあ、キミヒがそのまま前向きでボールを持って、まあ、ボールを運ぶもしくは展開を作るっていうところで幅につけるっていうところで、そこからの攻略っていうところをまあさせていたので、まあ、あの間延びした瞬間もやっぱりありましたし、こう前線とこう後ろの連動っていうのもうまくこう行えてなかったっていうところと、やっぱりどこを抑えるべきなのかっていうところも徹底的に行えてなかったことが、まあ、今日の、まあ、マインツの、まあ、守備のブロックでの、まあ、少し問題の一つだったのかなと。あとは5バックが非常に低めで構えるんで、まあ、あのカンセロとか、まあ、コマンが高めの位置にいるからっていうのもあるんでしょうけれども、まあ、もう少しね、まあ、彼らに対して特に幅を取っている2枚の選手に対してもう少しね強度高く、もう体を寄せけるような形で、まあ、ボールをコントロールさせないぐらいの強度を持ったプレスをウィングバックも仕掛けられていたら、もしかしたら面白かったかもしれないなと。あとは中途半端に出てきたボールに対して遅れて出ていくんで、その背後に対してやっぱりミュラーとかがどん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 飛び出してくるんで、その対応も結構苦しんでたかなと。あとはキミヒをうまく捕まえたなって思う瞬間でもキミヒがわざとずれて、そのポジションにやっぱミュラーが降りてきたりとかして、またねボールを引き出すっていうこともバイエルンは巧みに行ってたので、まあ、この辺もねちょっとこう難しかったかなっていうところはあるかなと思うんですけれども、まあ、最終局面の硬さみたいなものはある程度しっかりと見せつけてはいたので、まあ、バイエルン相手だったんで、しかもバイエルン今日はね非常にこう幅をうまく使った中での攻略を行ってきたので、まあ、大変な相手だったと思うんですけれども、まあ、今日の試合に関しては、まあ、攻撃の部分でしっかりとバイエルンを、まあ、苦しめるだけの脅威を与えることができずに、まあ、ブロックのところでもちょっと間延びしたりとか、うまく連動が行えてなかったりとか、抑えるところ抑えられてなかったなっていうところで、うまくね幅にボールをつけられて、そこから展開作られてキミヒにまたボールが入ったりとかで、まあ、ちょっとねコントロールすることができなかったのかなというマインツの攻守っていう感じでしたかね。はい。で、対するバイエルンはですね、まあ、皆さんも、まあ、あのカンセロがね加入して早々、起用ということで、まあ、パバールも使われていたし、まあ、左のサイドバックで、まあ、シティで使われているような状況でまた使うのかなっていう風な、まあ、予想をね、まあ、あの現地の映像とかでも捉えられていたんですけれども、まあ、過去にもね、お話ししたし、カンセロのね、まあ、加入に関しても僕お話しした時に話しましたけれども、やっぱりね低めの位置であまり仕事をさせたくないよねっていう話はしたんですよ。やっぱりできるだけ高めの位置で、まあ、非常に攻撃的なサイドバックなので、高めの位置で仕事をさせて味方をねうまくそのサポートをね作りながら、トライアングル作ったりとか背後とかね、ちゃんと人の動きをちゃんと提供しながらサポートも行ってあげれば、とにかく質を提供してくれる選手なので、
まあ、どういう風に使うのかなとは思ってたんですけど、まあ、ナーゲルスマンは右のウィングバックで使っていたので、まあ、カンセロの持っている、まあ、守備のところでの、まあ、リスクっていうところをある程度考えた中で、まあ、相手との、まあ、力量差みたいなものも考えてたと思うんですけれども、カンセロをウィングバックに起用したことは見事かなと。そして、まあ、バイエルのビルドアップのことになるんですけれども、今日の試合になると、まあ、3枚プラス1枚のアンカーのキミヒで幅を取ってる、カンセロとコマンで、中には、ムシアラと、サネがいて、ツートップには、ミラーとシュポモディングっていう形だったと思うんですけども、やっぱり相手がある程度捕まえてきて、こう逃げどころがないなっていうところでも、ある程度ゾマーからのロングボールで、シュポモディング1枚じゃなくて、やっぱりミラーっていうターゲットがまたいると。でもちろんシュポはやっぱボール収まるし、でシュポの近くにやっぱミュラーだったりムシアラとかがね、近い距離感でサポートを行えると、まあ、セカンドボールも拾えやすいし、拾った後にまたサイドに展開したりとかっていうこともできるんで、うまくその引き出しと背後っていうところと起点っていうところ、まあ、2トップにちゃんとターゲットマンを2枚ちゃんとねある程度置きながら、ミュラーはある程度自由を与えられていたけども、そういった仕事も担いながら幅を取ってるのは、やっぱ攻撃の質をちゃんと提供できる選手。まあ、キミヒより前列の選手たちはもう攻撃性能特化みたいな選手たちばっかりなんで、どちらかといったらね、だからめちゃめちゃ攻撃的な、スタメンだなっていうふうには思ったんだけれども、まあ、その分その人たちがしっかりとね、まあ、孤立しないような状況を作ってあげたりとか、一人一人の、まあ、個性がより生きる場所で使ってあげてるっていうこともナーゲルスマンはちゃんと考えて使ってあげたのではないかなと。やっぱりバイエルンは、まあ、あのナーゲルスマン体制になって、まあ、今年で2年目ですけれども、ある程度ペナ幅を意識した攻撃とか今までやってきたと思うんですけど、今日はそんなことほとんど意識してなかったと思うし、やっぱある程度ねしっかりとした幅を使った中での攻略っていうのもある程度行っていたと思うので、やっぱりこうね、目いっぱい幅を使うことも武器の一つだし、やっぱそういう風に幅を使うことで相手はそこに引きつけられてぐっとずれてくるわけだし、相手があのブロックを組んでくる間に、まあ、スペースが空いてきたり、その間のところに人がね、ランニングしてきてポケットを取るようなランニングができたりとかするわけなので、まあ、ペナ幅もうまく使いながら、その幅もねうまくね、まあ、使っていきながら、もうしっかりとした攻略っていうのを、まあ、バイエルンとしてはしっかりと行えていたし、あとは中央で本当にこう起点を作りながらの中央突破っていうのも、まあ、あの後半はちょっとドタバタしすぎたけれども、ちょっとリスクをかけすぎたね、形だったけれども、しっかりとねその辺でも起点を作れる枚数が2枚いるっていうところにちゃんと人が関わって、推進力のあるサネだったりとか、まあ、狭いスペースでもボールを失わずにねフィニッシュまで持っていけるムシアラっていうタレントがいたので、まあ、とにかく今日のバイエルンは、まあ、超攻撃特化の、まあ、形でやってましたけれども、まあ、この形はこの形で全然使えるなと。特に、まあ、カンセロがねやっぱり高い位置で、まあ、ボールを持たせてしまえば、まあ、ある程度フリーでボールを蹴れるような状況にしてしまえば、まあ、素晴らしいボール蹴ってくれるなと。その辺はね、まあ、あの現状のバイエルンの右サイドバックの選手たちとはちょっと違うね、まあ、攻撃性能っていうのをしっかりと示してくれたので、まあ、この辺はね、まあ、本当に何て言うんだろう、一つのオプションとして、まあ、全然ありだなっていうふうには思いましたね。ただまあ金額がね、あの買い取りを使うとまあ高いんで、そこはちょっとね慎重にならないとダメなんだけれども、あの加入して早々、まあバイエルンにね、まあ特別な質っていうのをしっかりと提供してくれてたので、まあこれからどういう風に使っていくのかはね、まあナーゲルスマンも悩みながら使っていくことになるとは思いますけれども、まあ嬉しい悩みの種が増えたっていう感じですかね。まあその分ね、こういった形である程度押し込めるような状況だから使えるっていうのもあるんですよ。やっぱりね、相手もボールを持った中で攻撃のところでしっかりとクオリティを出せるようなチームとかが相手になってくると、まあ、カンセロのその守備の部分での、まあ、軽さとか、まあ、脆さみたいなものが出てきてしまう可能性はあるので、まあ、今日は相手の質を考えた時に、まあ、良かったっていう部分があったので、まあ、相手が変わった時に、まあ、チャンピオンズリーグでパリと戦ったりとか、もし勝ち上がってその次のね、まあ、ステージとかで、まあ、より組織的なチームとかね、まあ、あの勝ち上がってきたチームとか、まあ、ブンデスリーガのライバルのようなチームとかで、まあ、押し込んでくるようなサッカーもできるようなチームと戦った時に、その脆さみたいなものを出さずにどう攻略していくのかっていうところと、まあ、彼がその守備の部分でどういうふうな貢献ができるのかっていうのも、まあ、彼を評価する大きな、ポイントだとは思うので、まあ、今日は非常に素晴らしい活躍をしてくれて、まあ、一つのオプションとしてまあいいなというふうに思ったんだけれども、これでね
100点満点というわけではないですから、まあ、しっかりとねシーズン通して残りのシーズン通してね、まあ、どういうふうなものを、まあ、攻守において提供してくれるのかっていうのをね、まあ、これからも見ていけたらなというふうには思っております。あとはそうですね、まあ、バイエルンのスタメンってなるとあとはミュラーですね。ミュラー良かったですね。本当に状況を読む能力が、まあ、とにかく速くて、自分がどこに動けばその味方が詰まってる状況を助けられるのかとか、まあ、キミヒがじゃあ今捕まってるな、じゃあ自分が降りて今起点を作る、起点というか、まあ、ボールを引き出すような動きをしようか、じゃあねボールが前進してきたと、まあ、うまくボール運べてるな、じゃあ自分はある程度シュポモティングが動いたから、じゃあ中央から動かずに起点を作るポジションにしっかりといようとか、その状況をちゃんと判断した中でしっかりとその能力を発揮できて、ブレも少ないしミスも少ないし、なおかつオフザボールで素晴らしい質を常に提供してくれるっていう選手なので、まあええ選手ですよね本当に。もう、まあ、バイエルンミュンヘンのサポーターの方々はミュラー評価してない人なんか絶対いないと思うけれども、まあ、今日の試合とか見てても、いやミュラー本当もういい選手だわって本当思いましたね。だからミュラーがいてシュポもいて、なおかつムシアラもいてってなると、やっぱりミュラーがうまくそのいろんなところに顔を出して、まあ、チームの潤滑油になりながら、まあ、攻撃でも守備でも貢献してくれるっていう、まあ、本当にスーパークロコ役なんですよ、まあ、ミュラーって。なのでムシアラが逆にそういうクロコ役に徹することなく、まあ、左に流れたりとか、まあ、インサイドのポジションでボールを受けて、まあ、細かな技術からのフィニッシュだったりとか、そういったことができるようになるので、なんかこうなんていうんだろう、ムシアラがこう自分のこう容量以上の仕事をこう任せられないような状況になってるっていうのも、まあ、良かったのかなっていうふうには今日は思いましたけどね。だからこそ本当にミュラーってもう絶対欠かせないなっていうふうには思いましたね。だからもうね、まあ、これからもドイツ代表で戦うでしょうけれども、ね、コンディションマジで落とさないでこのままずっとバイエルンでやってくれてたら、もう本当ね、いつまで、ね、バイエルンに貢献してくれるんだろうっていうぐらい、ね、素晴らしい選手だし、もう彼の頭を探すのが本当大変だなっていう感じなんだけれども、まあ、とにかく今日はね、まあ、ムシアラもね素晴らしかったし、まあ、シュポもねさすがだったし、まあ、全員がね一定基準以上のパフォーマンスをしてたんですけれども、やっぱり僕の中ではミュラー、まあ、ここは良かったかなと。もちろんねキミヒも、まあ、素晴らしかったと思いましたよ。キミヒは本当もチームの心臓ですからね、素晴らしかったと思うんですけれども、やっぱりミュラーってやっぱ偉大だなっていう風にも感じる試合だったかなという風に思います。はい、そして守備の部分ですけれども、まあ、マインツの、ね、まあ、攻撃のところで、まあ、ビルドアップのところでも話しましたけれども、まあ、動作圧縮による、まあ、制限と、まあ、人も捕まえた中での、まあ、早い回収とショートカウンターっていうところで、まあ、守備面においては背後に蹴られるボールがちょっとこうね簡単にアジョルクに収められたりするのはちょっと気にはなりましたけれども、まあ、前線からのプレスに関しては、まあ、ある程度強度はしっかりと提供してくれていたし、ハードワークできるタレントもしっかりと中央にね、揃っていたっていうところもあったので、まあ、9大点以上上げていいんじゃないかなと。まあ、もちろんねもっともっとこう強度高く、まあ、シームレスに、プレスを行えるようにはバイエルンはなっていくとは思うんですけれども、まだまだ、まあ、改善点はね、まあ、少なからずちょっとずつはありながらも、まあ、しっかりとね、勝利できたこと、まあ、何よりも喜ぶべきなのかなと。だから次はリーグ戦でねしっかりと勝利を収めて、勝ち点差をね、まあ、縮められないようにしっかりと勝利をもぎ取っていけたらなというふうには思います。はい、ということで以上です。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。